豚辞縁、豚エンを指す。1、3豚エンは、最も単純な協約エンであり、SBR、スチレン豚エンゴムなどの合成ゴム生産における、重要な工業中間体である。もう一方の異性体として集積エンの1、2豚エンが存在するが、どちらも、常温常圧下で無色の機体である。豚は、工業的に重要ではないため、 以下は特に断らない限り1863年、フランスの科学者がアミルアルコールの熱分解により炭化水素を管理したと報告したが、当時は構造決定までには至らなかった。1886年にヘンリー・アームストロングが石油の熱分解により管理し、この炭化水素が1、サンブタジエンであると決定された。 1910年には、ロシアの科学者が、ブタジエンを重合させ、ゴム状の高分子を合成した。しかしながら、この高分子は、天然ゴムに比べると柔らかすぎたため、自動車のタイヤなどに使用することはできなかった。ブタジエンは、第二次世界大戦の少し前に、工業利用されるようになった。大戦前、大英帝国、イギリスは、天然ゴム生産をコントロールする立場にあり、 対戦国に対して天然ゴムの供給制限をかけることが可能な状況であった。しかし1929年にドイツの IG ファルベン社の社員であったエドワルト・チュンカーとバルター・ボックが自動車のタイヤに利用できる程度の強度を持ったスッチレンとブータジエンの共重合体を開発した。この合成法は急速に世界中に広まりソビート連邦と アメリカ合衆国ではエタノールを原料として、ドイツでは石炭由来のアセチレンを原料として製造されるようになった。アレン国格を有する1、2ブタジエンより、協約支援である1、3ブタジエンが安定である。実際、1、2ブタジエンは1、3ブタジエンより53点に封じまるだけ、不安定である。1、 三ブタジエンのビニール元 CH 間の結合長1.48は通常の炭素、炭素間の単結合長1.54より短い。このことはビニール機間の結合が単結合ではなく二重結合性を帯びていることを示唆している。アメリカ合衆国や西ヨーロッパ、日本などではブタジエンは接触分解を用いてエチレイや他のオレフィン類と同時に製造している。 脂肪族炭化水素を蒸気と一緒に900以上の高温に加熱すると脱水素を起こし豚エンなどの不飽和炭化水素へと変換される。エタンなどの分子量が小さな脂肪族炭化水素を用いるとエチレンがなされるが、より分子量の大きい脂肪族炭化水素を用いると豚エンや方向族炭化水素が合成される。接触分解により製造された炭素数が 同じ炭化水素群から豚エンのみを管理する際には、通常アセトニトリルや、ジメチルホルムアミドなどを用いて、液液抽出を行った後に上流により、生成していい。豚エンは、豚の触媒的脱水素によっても合成される。1957年、商業プラントが、アメリカ・ヒューストンに最初に設立された際には、年間6万5000トンの豚エンが製造された。 東、ヨーロッパや中国、インドなどではエタノールからブタジエンが合成されている。接触分解により大量に合成されるブタジエンと比較すると価格面では劣るが、エタノール経由の製造法は、初期投資が小さいため小スケールのプラントで製造するのに好都合だったためである。大きく分けて二つの合成法がある。一つ目の合成法は、セルゲイ・レベデフにより発見されたもので、 エタノールを金属触媒下で高温に加熱して、豚エンと水素、水へと変換するものである。このプロセスは、第二次世界大戦中、及び戦後のソビエト連邦の合成ゴム製造の中心となった方法であり、2006年現在でも、わずかながら、ロシアや東ヨーロッパで、プラントが稼働している。もう一つの方法は、ロシアの科学者、 イヴァン・オストラミスレンスキーにより発見された方法であり、エタノールを酸化し、アセトアルデヒドとした後に、タンタルに酸化系素の触媒化でエタノールを加え32、摂氏350度に加熱することでブタジェンを得るというものである。このプロセスは、第二次世界大戦中のアメリカの合成ゴム製造の中心となった方法であり、2006年現在でも中国やインドで用いられている。 ほとんどの豚エンは合成ゴム合成に用いられる。ポリ豚エンは液体といっても差し支えないほどに柔らかいが、豚エンとスチレン、またはアクリルニトリルとを混合して重合させたスチン豚エンゴム、ニトリル豚エンゴムはどちらも硬さと伸縮性を備え持っている。スチレン豚エンゴムは自動車のタイヤの素材として多用されている。また、 加減製品や雑貨に広く用いられるプラスチックである ABS 樹脂の主原料でもある。他にもナイロン合成の線具体であるアジポニトリルの合成やクロロプレンゴムの線具体であるクロロプレン、溶媒であるスルホラン合成中間体として重要な1、4部ンジオールの合成などに用いられている。また産業化によるシクロドデカトリエンの工業的製造にも用いられている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。